はい。はい、はい。ES120 の操作方法がわからない、うん。お、じゃあ、僕に任せてください。という、まあ、茶番はさておき、かわいいの ES120 の、基本操作ですね。こちらを皆様にレクチャーしてまいりたいと思います。じゃあ、まずは音色から、変えていきましょう。今は、かわいいの素敵なグランドピアノの音になってますね。で、これ、ここに、ピアノ、それからエレクトリックピアノ、アザースっていう風にいろいろ書いてるんですが、この例えばじゃあ今ピアノになってるんですが、このピアノのボタンを1個押すとまた音が変わります。ちょっと分かりづらいかな、こういう風に。でエレクトリックピアノのところも押して変わって、押して変わって、押して変わってという風に、まあ、順番にボタンを押していくことでも音変えれるんですけれども、実はこれボタンを押しながら対応している鍵盤を押すと、それで瞬時にパッと音が変えれるようになっています。なので、まあ、それやってみましょう。まずじゃあ一回ピアノで試しますね。ピアノを押して、で、一番最初に弾いたグランドピアノの音に戻すには、ここ、ラの音ですね、一番低いラの音、ここを押すとピアノに戻りました。でじゃあ次、もう一度ここのピアノのボタンを押しながら、そうですね、じゃあ次は1オクターブ上のラとかを押してみましょうか。ちょっと音変わったの分かりますかね、というふうに、対応している鍵盤を押していただくと音が変えれるようになっています。じゃあ次エレクトリックピアノでも試してみましょう。まずエレピ、これボタンを押してもらって一番、ここを押すと、まあ、一番スタンダードな音色ですね。じゃあここエレピを押して、そうだな、じゃあジャズオルガンとかあるんでそれやってみましょうか。ここのミの音を押してみます。あ、いいですね。というふうに変えれますね。じゃあ最後にアザーズっていうのをやってみましょうね。アザーズっていうところを押して、じゃあまずは一番最初ここを下を押すと、ストリングですね。いいですね、はい。じゃあまたここのアザーズっていうのを押して、なんかファンタジーとかいう音があるんでそれやってみましょうか。このレの音ですね。あ、そういうことですね。はい、というふうに、ボタンを押していただいて対応しているこうキーを押していただくと音が変えるようになっております。はい、続いてメトロノームの設定ですね。ここ見ていただくと、まあ、上にもこう文字がいろいろ書いてますね。トランスポーズピアノとか書いてるんですけども、下を見ていただくとここになんかピッピッと出てメトロノームというのが書いてるのが見えるかなと思います。つまりここのボタンとここのボタンを同時押しですね、同時押ししながらまた、対応したここが点キーのようになっているので、例えばそうですね、じゃあ136とかにしてみましょうか。100の位から1で、ここは3、ここが6ですね。これ136という数字がまず入力できました。その後これをずっと押しっぱなしで拍子を決めることができます。じゃあ今回は4分の4拍子とかでやってみましょう。ここから順番に4分の1、4分の2、4分の3、4分の4になっているので、ここを押します。そうすると、流れ始めましたね。これで136、ちゃんと136になってるかな、これ。もしかしたらちょっと間違ってるかもしれないですね。ちょっと遅いですけど、まあ、こういう風になります。ちょっと間違っちゃったので、もう一回試してみましょう。ちゃんとレクチャーするって言ったはずなんですけどね。もう一回行こう。はい。じゃあここメトロノーム、あ、これもう一回行くのはもう一回、本当にもう一回やってます。いいんじゃない、いいんじゃないとかやってはい、もう一回リオ君にやってもらいます。はい、じゃあここ、もう一個、もう一度ここ、はい、こことここを同時押しします。で、ちょっと待って、一回止めますね。あ、止まった。もう一回行きます。はい、じゃあ、ここですね、こことここのボタンを同時押しします。それから、ここが点キーになっているのでテンポを、設定していきましょう。じゃあ102、どうしようかな、120とか、はい。で今度ここから順番に拍子になっていますね。じゃあここがね8分の6拍子なんで、これを押してみましょう。 3,4,5,6
1,2,3 今度はちゃんとうまくいきましたね。これが120の店舗で8分の6拍子になれましたね。というふうにここを押しながら数字入れていただくと、メトロノームのテンポが変えれるようになっております。はい、続いてはレコーダーですね、まあ、あの録音機能、そちらご説明してまいります。こちらご覧いただくと、ここにレコーダーというふうになっていますね。まずはこれを、長押ししていただきます。でこれで準備ができております。で、ここから 1,2,3 と、録音できる、まあ、なんて言うんでしょう、場所になっております。ソング1、ソング2、ソング3というふうに割り振られているので、ここまずソング1を押してみましょう。これ、はい、押しました。で、こちらも離していただいて大丈夫です。そうするとここが点滅して、ここのソング1というところに準備ができましたよというふうに表示されております。でその次、その隣のところにプレイストップと書いておりますね。ここのプレイボタンを押すと、録音が始まります。はい、押しました。はい、それでまたここストップというふうにもなっているので、ここを押していただくと、これで録音が終了しました。続いてこちら再生する方法ですが、今度ここプレイストップのところを長押しして、先ほど、入れたここですね、ソング1というところを押すと、という風に先ほど録音したものが流れるようになっております。でこれをまあソング1とかソング3とかで同じことをやっていただければ3つ録音できるようになっております。はい、これで分かりましたか？よく分かりました。よかったです。じゃあまたお会いしましょう。JR 秋葉原駅徒歩2分、日本でも珍しい電子ピアノ専門店。国内外主要メーカーの電子ピアノを多数展示しています。実際に弾き比べて、その違いをゆっくりと確認していただけます。専門知識を持ったスタッフがあなたにぴったりの電子ピアノをおすすめします。またオットーではピアノ教室を併設しています。まずはお気軽にピアノを弾きにお越しください。電子ピアノ専門店ピアノ教室オットー秋葉原、無料体験実施中。